今日のマンチタイムはこれ、サクサクパンダ抹茶。時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふう、マンチとは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、サクサクパンダ抹茶。幸せ見つけた癒しのパンダをコンセプトとしたかばやのパンダの形のチョコビスケットサクサクパンダからサクサクパンダ抹茶が期間限定で発売されています。おなじみのサクサクビスケットに京都宇治抹茶の本格的な味を二層仕立てのチョコレートで表現。一層目は抹茶の苦味と渋みがほんのりとある抹茶チョコレート、2層目は抹茶の味わいと旨味をしっかり感じられる濃い抹茶チョコレートになっているとのことです。ちなみにチョコのパンダの顔は70種類あるそうなので、どんな顔が出てくるかも楽しみながら味わってください。はい、では今日のおやつ、かばやのサクサクパンダ抹茶いただきます。緑で可愛いですね。パウチ型かわいい。甘えてるパン、あ、マイクどっか行っちゃった。甘えてるパンダですね。プレゼント欲しいよって言っています。見えるかな、見える見えてる。あ、いい感じ。あ、持ってきた。よし、ではいただきます。食べちゃえ。めっちゃ抹茶ですね。すごい濃い。これは幸せを見つけましたね。綺麗にまとめようとする。いや、すごいですよ。あのパンチがかなりありまして、こんなね、なんか可愛らしい見た目なのに結構大人でもしっかりと楽しめそうな、そんなパンダになっております。そんなパンダってどんなパンダなんだろうね。サクサクパンダですね。でも本当、でもそう、サクサクしてますね。とても美味しい。食感も良し、味も良し。ぜひ皆さんも食べてみてください。 ZIP FM 77.8